皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は清涼中学校の春の学校体験、これを紹介します。この体験の対象者となるのは小学生の皆さん、保護者の皆さんということです。会場はもちろん清涼中学校です。で、日時2024年4月27日の土曜日、午前と午後、2回あります。どちらも同じ内容だそうです。午前の部、受付は9時30分から、開始は10時から。午後の部、受付は13時30分から、開始は14時から、このようになっています。内容ですけれど、清涼中学校さん独特のリーク、この紹介、それから教科書、ノートの紹介、部活見学で、制服の試着、スタンプラリー、他にもなんかお祭りなんかもあるようです。駐車場がありますので、車で行くことができます。ただし上書きですね、こちらは持参してくださいとのことでした。事前の申し込みが必要です。こちらのチラシ持っている方は、こちらにある QR コードの、ここから申し込むことができます。このチラシない方、清涼中学校の有志広報課、こちらにお問い合わせをしてください。今日は富士宮市の清涼中学校の春の学校体験、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。